どのあたりにたくさんポイントがある中で何をまず挙げますか。そうです、今日スリーバックのところに、まあ、湘南の方ですけど、もう一着のある本当に思い入れの強い古巣対戦ということになります。坂、伊佐尾、そして下田。さあ前半の45分がスタートしました。まず長いボールを入れました。そうですね、あそこでやっぱりやり直せたということは、はい、まあ、今のこういうちょっとボールの、ね、個人にもつながっていると思いますけど、はい、高橋が前に送ったボール、さあいいクロスボールが入れば ボックスの中に3人います。流れた、来たボール、シュートへ、見事倒れ込みながら名古が決めた。価値ある先制点はバランスを崩しながらも名古、まあ、ここで逆サイド、この逆サイドでボールをまず失わなく、そして逆サイドまでもう一回触れたということと、町野のクロスがやや風にこう押し戻されながらも名古のところに入ったんですけども、まあ、ファーストタッチが良かったし、落ち着いて決めましたね。さあボックスの中には人数がいる。高橋落としたボール、クロスボールが今度は左足入りましたが、シュートまで持ってきなかった。睨んでいた名古にボールが来て、今度は名古がボールをシュートまで体勢取れた。ポープウィリアム、やっぱりこういうプレッシャーが非常にかかったエリアの中を、まあ、突破したり、こうやって振り抜くっていうのは見てると、これも回収したのは結局湘南でした。さあ今前半が終わりました。高木さん、はい、1対0 1点リードしているのは湘南ベルマーレ、ホームのベルマーレが1点リードしていよいよ後半です。今主審の笛が鳴りました。後半の45分のスタートです。ボールを右に展開は小出、さあ前のスペース空きましたよ。松本が行く、松本が浮かせる、長澤が頭越えスペース、これキーパーナイスプレー、最終的にはポスト。いや、もう突破からこのフィニッシュのところも、そのうまさというよりも体をなんとか投げ、いや飛び出して谷です。そして谷が長いボールを送りました。一発配送する、そこにはおーい、キーパー入れ替わってしまった、無人のゴール、しかし入りません。キーパーのポープウィリアムにしてみれば入れ替わり、飲水タイムになります。これ一回ボールが伸びましたからね。そうでしたね、はい、いやいやいや、これはいや、よく走りましたし、走りだけじゃなくて、はい、組み立てとそれからゴール前の勝負、やっぱりこう本当に久しぶりのゲームではあったと思いますけど、よくやってくれたなというふうに思いますよね。そしてそのまま大橋が仕掛けてシュートへ、ディフェンス至近距離に当たった。もう一度湘南の攻め、ウェリントン来た、すごい、まあ、シュートのこぼれ球をのかっていうボールでしたね。あー、なるほどね。あー、下田どう、多分これ壁の下なんですよね。2対0、今度湘南にしてみればクリーンシートで終えたいところですね、これはね。あ、今タイムアップです。2対0。